今日はね、大阪に来てますよ。大阪のね、平野にある池田工芸さんにお邪魔してます。はい。ね、じゃあ今日は社長の池田さんにちょっといろいろお話を伺おうと思って、今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。見てくださいこれ、うんね、僕普段、はい、まあ、ライトニングのレザー担当ということで、はい、革にはいろいろ触れてるんですけど、はい、大体、うん、僕が触れる革って哺乳類なんですよね、はい、牛、馬、羊、ヤギだからこんな鱗のある革に触れる機会ってあんまないんですよ。ちょっと教えてもらっていいですか、これ何の革ですか。そうですね、まあ、池田工芸、はい、そして僕らはね、ずっと80年ぐらいこうやってきてるんですけど、はい、まあ、当初から本当に扱っているクロコダイルという素材ですね、うん、で、まあ、あのクロコダイルっていう素材って、まあ、一括りで言われちゃうと、はい、なんていうんですかね、本当にこう、まあ、皆さん知ってるってお話がよくあるんですけど、うん、実はめちゃくちゃ奥が深い、はい、うん、だからそういうのをちょっとね、小川さんにも知っていただきたいなと思っていろいろ並べました。いや、すごいですよね、うん、だってここに置いてあるのってまずこれもですよね、はい、そうですね、これもクロコ、はい、クロコです。でこの下に引いてあるのこれテーブルクロスじゃないですか、これもクロコです。わかります、これベロベロベロとあっちまでちょっとだけましょうかね。おう、そうですね、これですよ。おう、映画でしか見たことない、まあ、まあ、一食いワニレベルですよね。ですよね、はい、これってもう完全にワニの形してるじゃないですか、うん、はい、例えばこういうの見ると、これっていうのはもうワニをさばいてベロってやっただけですか、うん、どういうところ、ここにいるんですか、クロコちゃん。これ僕らの会社にね、よくオーダーで、まあ、個人の方とか会社の方よく来られるんですよ、はい、でその時によく使 う, こうワニくん1号なんですけど、はい、まあ、これを見てもらうとね、まあ、ワニって、まあ、これが普通ですよね、多分皆さんのイメージとしてね、うん、はい、で僕たちがここに広げているクロコっていうのは要はこの裏側の部分なんですよ。あ、ここじゃなくてね。そうなんですよ、お腹の部分、お腹の部分なんです、はい、でまあ、そこをハラワニというんですけど、うん、僕たちはハラワニをメインに扱ってますと、うん、だけどこれ見てもらうと後ろにこうゴジラのようなぐちゃぐちゃっとしたとこあるんですけど、はい、要はここをもうカットしてしまって、うん、まあ、そこはない状態で開いたものがここに並べているクロコたちなるんですね。なるほどですね、はい、じゃあこれお尻なんですね。そう、お尻なんですよ、穴がね、生前を忍ばせる形しておりますけども。でも小川さん、これ不思議やと思いません、はい、この蚊で見ない限り、うん、クロコのお尻の穴って見ることできないんですよ。絶対そうですよね、めちゃくちゃレアケースこうやってますからね。そうそうそう、はい、確かに。で小川さん、さっき蚊をね並べた時に遊んでられましたけど、はい、これまあ一般的な本当にまあ養殖の3年から4年という一般的なサイズです。はい、うん、このこれは、ね、サイズがいわゆる一般的なサイズなんですね。はい、だからまあ僕らの中でもまあ一番流通していて手に入りやすいサイズ感ではあるんですけれども、はい、まあ、やっぱり貴重な品ですよね、うん、でもそれ以上にこう貴重なものとしてはこのでっかい、はい、先ほど紹介してもらったやつらがあるんですけど、これね小川さん、うん、これのここめちゃくちゃでかいでしょ、はい、ちょっと拳を入れてもらってもいいですかね。いいんですか。もう入れてください。バンしませんか。すごくないですか、まあ、すごいですねこれ。いや、これが一番大きさ感わかると思うんですけど、はい、正直言ってね。いや、さっきね、はい、準備してる時に、うん、ここ使ってティッシュケース作ったらいいんじゃないかやってね。いや、絶対そのレベルなんですよ。ですよね。だけど、はい、多分僕の考えうる限り、はい、この世界でここのティッシュケースっていうのは存在しないんで、はい、もし実現したら、はい、もう唯一無二の一点。すごいですよね。かっこいいですよね。すいません、でもティッシュケースで何十万すんだっていう話になりますけどね。そうですよね。まあでもティッシュケースのティッシュが出てくるところを、うん、まあ、からまあ紙出てくるんですけど、それでまたね、はい、そういうところに行っちゃうっていうのもまた変な話なんですけど、まあでもすごいこう面白い。うん、いやー、でもやっぱり、うん、こうね、いろんな色ありますけども、クロコってやっぱこれ鱗でいいんですか。そうですね、これが僕らは不模様、まあ鱗ですよね、はい、僕らは不模様って呼ぶんですけど、うん、要は鱗の一つ一つの、まあ、集積というかね、うん、それが柄になっているような状態です。
いやだからここの大きい部分とまた細かい部分、そう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 、このコントラストも面白いですよね。そうですね、まあ、だから黒子の面白さっていうのはもうそれに尽きるんですよね、うん、なんかあの先ほど哺乳類系ばっかりっておっしゃられてましたけど、はい、基本的に牛でも、まあ、羊でも、うん、それからまあ豚でも基本的にはフラットな、うん、要はその平面のものが多いんですよね、はい、でもこのまあ黒子を代表、まあ、黒子っていうものは、うん、まあ鱗模様がやっぱりすごい体全体、まあ、胴の部分、それから頭の部分、それから尻尾の部分になるんですけど、うん、はい、広がっていて、さらに、まあ、部位によっても鱗の形とかニュアンスとか全然違うんですよ、うん、全然表情違いますよね、はい、この場所によって。そうなんです、そうなんです。だからそれをこう僕らは楽しんでもらいたくて、うん、その黒子の製品を皆さんお届けするんですけど、はい、でもやっぱり皆さんのイメージってまあ丸い鱗と四角の鱗があるっていうのはもしかしたら知ってる人は持ってるかもしれないんですけど、イメージをね、うん、はい、だけどこの尻尾のこういう四角の大きいものとか、うん、例えばこの、まあ、最近僕たちの中で人気なんですこの顎の部分の、ここ顎ですか、あそこ顎顔のか、そう、こういう感じになってるんですね。そうなんです、はい、だからそこのまあ同じような竹ふ、まあ、この四角い鱗と丸い鱗の連続なんですけど、うん、胴の部分とは全く違う雰囲気のあるところっていうのは意外と皆さん知らなくて、はい、本当にもう見るとすごい皆さん面白い面白いって言って、いや面白いですね、はい、僕ねイメージはここら辺で、うん、だけでした、こことか尻尾、そうですよね、顎の部分ってね、はい、まあ、当然顎はあるんでしょうけど、はい、そうですよね。だけど本当にこうなんていうんですかね、まあ、今挙げられた部位だけではなくて、はい、実はそのこう脇の部分の柄模様であるとか、あそうですね、脇ですね、こことか、あとはもうこの、うん、顎の先の部分の柄模様とかこと細かく見ていくと味わい深いなんていう雰囲気のとか死ぬほどあるんですよ。これが面白くて、これ例えば、うん、じゃあこれを使ってね、うん、財布作るとかって言ってもどこを使うかによって、うん、同じ形でも全然表情変わりますよね。あ、もう全然違いますね。ですよね、うん、あと大きさによってもだってここ、うん、そう、これこれですよ、そうです、これとこれの違い分かりますね、えやっぱだからでかくなればなるほどこの鱗がでかくなっていくっていうことですよ ね、 すね、だからまあ黒子好きの方でも、うん、まあ、黒子知らない方でもなんていうのかな、その鱗の、まあ、鱗模様ですよね、はい、が大きければ大きいほどいいっていう方もいらっしゃるんですよ。あ、好みでね。そうだから例えばこれは小さいの、うん、まあ、一般的なサイズなのでこういう大きさですけど、うん、こういう大きいものを使って、はい、例えばここの大きい鱗模様ですよね、うん、だけで作ってくれっていうお客さんもいるわけです。うーん、こういうとこですね。でもそうすると、はい、お財布ってそんな大きいものじゃないでしょう、はい、それ片面に鱗模様が4つぐらいしか入ってないとか、あそう、分かります、ここら辺ですよね、分かります、分かります正直言って板チョコみたいになるからね、そう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 、だからまあここまだ小さくてこっちの方が大きいんですけど、うん、まあ、例えばここで財布作っても、うん、言ったら数えれるんですね、鱗模様が、はい、まあ、それぐらいの大きいのが好きで、うん、一見するともう黒子か何か分からないものがいいっていう方もいらっしゃるんですよ。なるほど、もうこれは完全好みですよね。逆にこの細かいのを使って、うんうん、もう黒子です、鱗っぽさっていうのをより出したいっていう方もいらっしゃる、はい、うん、そうですね。だから、まあ、クロコダイルっていうのは、うん、まあ、サイズ感っていうのは皆さんのイメージで、まあ、お財布が取れるものとしての大きさ感かもしれないんですよ、はい、だけどここに並べたのは結局これが、まあ、お財布用のサイズとしますよね、はい、実際はもっと小さいんですけど、うん、でもこんなに大きいものまでクロコダイルの皮としては存在していて、うん、はい、要はその皮を使うと同じ製品を使っても全く違うものになる。そうですよ、それがすごく面白いっていうところなんですよ。確かに、はい、いや僕も馬側とか牛、うん、まあ、牛はね、まあ、ちっちゃい例えばキップだカーフだ、はい、いろいろもう年齢とかによってもあるです、うん、ありますけども、はい、ここまで大きさの違うものってあんまないじゃないですか、うん、馬は馬だし、ね、まあ、ポニー、ね、ちっちゃい子、うん、馬いますけども そ, うです、ね、それが面白いなと思って、いやそこがめちゃくちゃ面白い。だから僕ら の, その創業者からまあ2代目うちの親父ですけれども、まあ僕で3代目なんですけども、やっぱり常に求めたのはこの巨大な黒子なんですよ。唯一無二なんですよね。いやこれなんかだと今ほぼ手に入らないんじゃないですか。いや入らないです。ねえ、なおかつまあこういう大きいものを日本で初めて手にかけたのが池田工芸だったんですよね。はい、だから本当にこう、まあ、こだわりがあるし、うん、まあ、ずっとやりたいと思ってきてるんですけど、はい、やっぱり僕らの仕入れ先の海外の某有名ブランドの革屋さんなんか、はい、まあ、養殖場なんかは、うん、まあ、こういう大きいものを
ね、あのまあ川やタンナーさんですね、うん、まあ、そういうとこがこういう大きいのを今後扱わなくなるとか、うん、そういう情報も入ってぐらいすごいこう貴重になってるんですよね。あ、じゃあもうここまで大きくなる前にもう出荷しちゃうっていう川としてね、うんうん、ね、まあ養殖年数多くないまでなるほどお金がすごいかかってしまうっていうのが養殖なんで ね、まあ、でね、はい、こういう大きいのって、うん、まあ、さっきね、うん、いらっしゃいましたそのこういうので財布取りたいっていうそういう方もいらっしゃるんでしょう。どういう用途があるんですか、はい、でも ここまででかいと、そうです、ね、なかなかね、すみません、イメージがわからない。そうですよね。でね、さっき、はい、なんかね、そこら辺に置いてあるバッグとかね。うん、そうですね。そうそう、まあ、これ、こういうね、バッグです。まあ、これね、実はあの、まあ、めちゃくちゃでかいボストンバッグで、池田工芸ではすごい人気のあるバッグなんです。はい、まあ、あのでもこれめちゃくちゃでかいじゃないですか。うん、でこのちょっとこちらの小さいやつを、小さいというか養殖サイズを出してもらって、はい、これが一般的な流通サイズなんですけど、はい、こう当ててみてください。あ、取れないですよね。取れないですね。で僕らのその、うん、まあその取り方としては、うん、こう上から下にこう向かって取ってるんで、はい、より入らないですよね。こういうふうに取っていくわけです。そうです、はい、なるほど。だからそのこうなんていうのかな、うん、この大きさ感見ただけでも要はそのもっと大きいクロコを使わないと入らないっていうのをすごくこう分かっていただけると思うんですが、本当にこのバッグを作るのにも要は横幅が60センチぐらいのクロコを2枚まるまる使わないといけないです。そう、まあ、相当じゃあお値段も張りますよね。ぶっちゃけね、まあ、でも多分僕らが今あのお売りしている金額っていうのは、はい、例えばそのメゾンブランドが同じものを作って売ったとした、はい、売る時の金額から比べると多分10分の1以下だから、そういう意味ではすごい価値観のある、うん、まあ、高いけどコスパのある、はい、製品かなとは思ってます、はい、なるほど、はい、これね今近くで見るとめちゃくちゃ色気あるんですよ、うん、この持ち手もですよ。こういう大きい鱗っていうかね、不模様っていうんですか、こういうのがあってこれすごいなって。いやいや結構ずっしりしますけど、めちゃくちゃ鋭くてこの持ち手も、うん、あの今さりげなくこう持たれたんですけど、はい、これねあの1枚の長方形のものを2つ折りにしてるんですよ。はいはい。であこうやってね。そうなんです。確かに。でそれを広げた状態で例えば、まあ、この小さい黒子でですね、はい、それを取ろうと思うと1本しか入らないんですよ、うん、これ1本だけ。はあ、だからこの持ち手だけで、まあ、これもうちょっと小さいサイズが2枚使われてるっていうイメージなんですよ、うん、あここに2匹ね、2匹使われてる、まあ、容量的に、ね、容量的に、はい、だから本当にもうそれぐらい贅沢に取っているバッグなので、はい、やっぱりなかなかこういう大きさのものってないらしく、はい、皆さん探していただいてるっていう感じです。いや面白いですね、はい、だからその革のよく取り都合、うん、はい、っていうじゃないですか、うん、だから例えばその牛とか馬でも、はい、まあ、うまい具合にパーツを取っていきたいわけですよ ね、 そうですね、できる限り無駄を出したくない、うん、ただその牛とか馬とか、うん、そのゴートとかああいうのでも難しいのに、こういう模様が入ったらなおさらですよね、はい、そこなんですよ、うん、ここがこうメーカーの味を出すところで、はい、あのやっぱりそのちゃんとこう連続性であるとか、うん、負のバランスとかね、本当にこう流れですよね、うん、そういうものをしっかりと考える職人がいないと、はい、やっぱり製品がすごくこ うまくまとまらない。確かにそうですよね、うん、そこは一番こう、まあ、僕たちがまあ自信を持ってこう、まあ、作っているっていうか作る、うん、まあ、セールスポイントですね、はい、っていうとこかなと思ってます。わあすごい。これって基本的に、うん、はい、このいわゆる僕たちが目にするクロコダイルっていうのは、うんうん、これなめしはクロームなめし。そうですね、クロームですね。だからここまで綺麗な発色も出ますよね。そうですね、まあ、でもあのなんていうのかな、まあ、基本的に僕らはクロームなめしのそういう革を使っているんですけれども、はい、今回ねちょっとクロームを、うん、まあ、クロームフリーというか、うん、まあ、ベジタブルタンニンはい、で、まあ、なめした素材をちょっと開発していて。あるんですか。 そう、それをねちょっとあの小川さんに見ていただこうかなと思って。 やっぱりね、うん、僕も含めてですけど、うん、やっぱ革の良さってもうエイジングっていう風に、うん、なるほどね、もう刷り込まれてる、まあ、なるほど、あのクロームがねあのエイジングしないっていうわけではないですけど、うん、よりダイレクトなこうエイジングを求めたいっていう方って結構多いと思うんですよ、うん、そうですよね、うん、だからあの僕らも、まあ、そのもちろんクロームなめしのものっていうのは一般的ですし、うん、はい、でよりソフトに上がるし、うん、あの表面のふくよかさも出たりをするので、はい、やっぱりすごく僕たちも好きなんですけど、うん、ただその革の製法の原点に変えてね、はい、まあ、そのベジタブルタンニンで作ったものをこうご用意したくて用意したもの、うん、
それがあるんですよ。あるんですか。ちょっとお見せしようかな。はい、あちょっと見たいですね。素材がこちらになります。ちょっと途端に馴染みのある色が出てきましたけどですよね。うわやっぱり、うん、まあ当然ですけど、はい、ベジタブル、うん、ね、ベジタブルなめしになるとやっぱこの色になるんですね、うん、そうですね。まあ、ね、タンニンがこうなめすと本当でもそうなんですけど、あの要は僕らミモザ系のものでやってるんですよ、はい、で要はミモザとあとホワイトミモザっていうのがあってですね、はいはい、まあ、それの調合を変えると少し黄色っぽくなったり赤っぽくなったりするんですね、うん、であの最初はちょっと赤っぽく、うん、あの染めてた、あ染めてたっていうかなめしてたんですけど、はい、まあ、今回はちょっともうちょっとね、うん、あのまあ元々のこうヌメの色に近い、はい、ちょっと黄身の強いものにしたかったので、うん、まあ、そういう調合をして仕上げたのがこちらになります。いやこれだって皮付きが一番好きな色ですよね、うん、そうですね。あと温かみがあるっていうか、ね、うん、いいですよね。いいです、いいです。だからもう本当にこれもあの僕ら実はそのたくさん数量ができるわけじゃないんですよ、はい、やっぱ1回のこうまあ製作量としてはすごく少ないものなので、うんうん、やっぱり僕たちも今ネットで販売してるんですけど、はい、ただそのまあウェブサイトのネット販売ではこれやってないんです、うん、で、あ、なるほど。あの、まあ、あの YouTube をちょっと僕やってまして、まあ、その動画を見ていただいた方だけがですね入れる、うん、まあYouTube 専用の要は入り口があって、うん、まあ、そこ裏メニューっていうんですけど、はい、そこでのみ販売してるんですね。あ、それどういうアイテム、これを使った財布とかっていう。そうですね、まあ、だからこれで今2アイテムあって、うん、ちょっと今お見せしますけど、はい、要はこういう形のものですね。いいですか、じゃあちょっと出して、はい、まあ、これちょっと今の使用しながらエイジングをどういうふうな変化するかちょっと試してる製品ではあるんですけど、このラウンドタイプと L 字のミニタイプですね、はい、やっぱこれあれですよね、やっぱ使っていくとだんだんこう、うん、エイジングで色が変わっていって飴色になっていく、うん、そうですね。だから今その過程ですね。すごいっすね、はい、これ、うん、俺ワニ革育てたことないもんいろんな革育てましたけどもなるほどっすね。あ、こういう風にやっぱエイジングもガンガン楽しめるクロコダイルがあるわけですか、うん、そうですね、はい。なんか本当にこうなんていうのかな、そのエイジングってやっぱこういうものしか使えない言葉なので、はい、僕らもやっぱしっかり使いたかったんですよね、うん、でそのためにちょっとやっぱ開発した素材でもあるん で、はい、でちなみにこれはあの一日一日の画像を撮って、うん、まあ、本当に日々どういう変化するか、はい、あの一応そのこう分かるようにしてます。うん、あ、じゃあもう少しずつこう色がどんどんこう深くなってってっていう、やばいですね。ずっと使ってたらあのね、なんかもうこんがり焼けたような美味しそうな色になってくるわけですよね。そうなんですよね。うわー、ちょっとこれでも、はい、これってまあ、うん、革製品って全てそうなんですけど、はい、より一個一個違いますもんね、うんうん、そうですね。だからもう変化の仕方も違う、もちろんその鱗模様も違うので、うん、鱗模様も違いますよね。だからもう本当にそのお手元に届いたやつっていうか、はい、そういうものっていうのはもう唯一無二、要は世界でその一つしか存在しない、うん、はい、まあ、そういうことをクロコダイルのまあ不模様の特性もあってすごく言えるアイテムなんですよね、うん、はい、まあ、それってすごいこう所有される方の所有欲をかきたてるというか、うん、まあ、本当にこう満足感の得れるような素材だとは思います。いや、そうですよ、はい、これすごいっすね。これって、うん、その YouTube を今見た方だけが、はい、ゲットできる。そうですね、僕らの知る人ぞ知る、そう、本当にもう逆に宣伝をしていないので、はい、大ピラな宣伝をしていないので、はい、本当にこう知る人ぞ知るというか、はい、本当にこう YouTube 見てもらった方しか買えない、はい、だから本当にこう宣伝広げる方が普通じゃないですか。逆を言ってるんですよ今。ちょっと今聞いて思っちゃったんですけど、うんうん、もうちょっと広めていいですかこれ。あ、なるほど、はい、いや、なるほど。俺ねちょっとこれ育ててみたいなと思って、はい、こういうのねいろんな革今育て中なんですが、はい、いや俺本当にこのクロコを育てたことがないんで、うん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 、ぜひうちのね、はい、クラブライトニングとかでもちょっとこう売らしてもらったりとかっていうのってできるんですか。いや逆にいいんですか僕らみたいな。いやこれだと面白くないですか。ただ、まあそうですね、ちょっとこれだけ、うん、はい、こっちお値段も多分かっこいいんでとりあえずは僕はこっちから始めたこっちの方が多分ね味が出やすい、うんうん、ね、そうですね、うん、もう手にこう手のひらサイズなんで、そう手のひらサイズだから、うん、そういうのでいろいろとこうできるんで、うん、いいですか。いやもう本当にそういうふうに言っていただけるんだったら、うん、ぜひともお願いしたいなと。すごいです裏、はい、見てください。
で、まあ、あの池田工芸の特徴なんですけど、はい、中にやっぱりこう Python を使うっていうのがあるんですよ、うん、でそれはまあいろんな色もあるんですけど、はい、今回はそのヌメに合わせたそのハーフブリーチっていう、うん、まあそうお色目の Python を使わせてもらってるんですね、はい、だからあの外側と中側でハーフブリーチもね育ちやすい素材なんで、あ、中もエイジングする、はい、そうですね。ただこれはクロームなんで、うんうん、まあ、そういう経年変化ではあるんですけど、はい、でも同じようにやっぱり育ちやすいんですよ。だからすごく面白い。いやこれだって黒子育てて、はい、まあ、Python もちょっとね、うんうんうん、いろいろ変わってくるっていうのは、はい、なかなか面白いから、はい、いや俺ね思いました、はい、いつも哺乳類でしたけどたまには爬虫類に目を向ける。ありがとうございます。レザーラバーはねそういうことしていろんな、ね、視野を広げていかないとダメですよね。いやでも本当にこう、まあ、レアな素材なんで、うん、あのやっぱりこう出会っていただいたからには一、うん、回ちょっとやっぱりそういうふうにしていただけると僕らとしてもすごく嬉しいし、うん、ですよね、はい、これはちょっとね育てがいのあるね。小林さんこれね育てる時って、はい、要はあの最初の色、うん、まあ、届いた色はイメージとしてあるんですけど、もともとどんな色か分からなくなっていくでしょう。そうですね、確かにそれ普通じゃないですか、はい、でも僕らのやつって、うん、実はこの開けたところの、はい、この部分にも使ってるんですよ。すいません。あ、なるほど、はい、ちょっとカメラ向けて分かりますかね。ここの部分にもその外側と同じヌメを使ってるんですよね、うん、でここって実は育ちにくいんです。あんまり擦れないですもんね。そうすると外がどんどん育っていくのに、うん、はい、ここは変わらないから、うん、要は最初の色と育った色を比べることができるんですよ、一本の中で。それね嬉しいんですよね、うん、育っちゃうとこいつもともとどんな色してたんだっけっていうのが分かんなくなるって、あれちょっと寂しいんですよね。そうだからそういう楽しみ方もあるんで、はい、あ、ここですね、すごく面白いかなとは思いますね、うん、はい、いや、うん、ちょっとね今日はここにお邪魔して、うん、なんかいろんな収穫あった、うん、ありがとうございます。いや楽しいです。まさかこういうね、はい、黒子があると僕本当あんま思わなかったんで、うん、今日はね、うん、いろいろな貴重な話を伺えて、はい、本当良かったです。いやもう本当にわざわざね、うん、まあ、大阪の本当に南の端まで来ていただいて、はい、本当にこうお会いできて僕もすごく嬉しかったです。いやいや本当ありがとうございます。貴重な本当楽しいお話ありがとうございました。いや本当ありがとうございます、はい、なんで、はい、ぜひちょっとね育ててみようと思います、はい、またよろしくお願いします。お願いします。